八代目、岩井半士郎、明治十五年二月十九日は、幕末から明治にかけての歌舞伎役者。小山の名優として、名を馳せる。陽名は九次郎。野号は山和屋。縄文は丸に三つ扇。拝背名に、縁師、死尺、柿津指導、埋梅割れ、画号に八立花社がある。紫、銅半士郎と、通称された。父は七代目、岩井半士郎。 母は四代目、瀬川菊之丞の次女キー。幼くして、陽明の九次郎の名で舞台に上がっていたが、本格的な歌舞伎役者としての初舞台は、天保三年十一月江戸中村座で、三代目、岩井久米三郎を名乗って、五番中心雪き白黒門院次女辞書小重役が、初舞台。あと、祖父の五代目半四郎や父と同じ舞台に、立役者としての基礎を磨く。その後、 父と祖父を相次いで失う不幸に見舞われるが、20歳頃から若手の有望株として評判を取るようになり、文久3年2月に父親の全命を襲って二代目、岩井氏弱を襲名。幕末には八代目、市川團十郎や四代目市川賞、段次の、明治になると九代目、市川團十郎や五代目、小野江菊五郎の女房役を務めて活躍する。 特に、二代目、川竹新七作の名作を初演に立ち会い、幕末期では、三人、吉蔵狂わ発害のお嬢、吉蔵、こそで蘇我麻色縫いの、遊女いざよいのちよさよ、八幡祭り小餅月にきやかの、おみよ、青床を花くれない災がの赤星十三、明治に入ってからは、梅雨こそで昔八条の奥熊天衣ふんの初花の大口屋三千歳、 島地鳥がつしらなみの弁天お寺らしなどで、後世の基盤となる名演を示し大きな業績を残している。明治4年2月、江戸歌舞伎の大名跡である八代目、岩井藩四郎を襲名。明治6年には中村座座党となった。小山随一の名優として有名で、美しい舞台姿が人気を博した。大変に控えめな性格で、 平素から女性のような生活を送っていたことでも知られる、江戸歌舞伎の名残とも言うべきを山役者だった。岩井半四郎狂言作者、竹芝奇水の以下のような口述がある。内は猿若町一丁目の裏で、玄関構えのなかなか立派な家でした。外へ出るのが嫌いな人でして、大抵うちにいます。そして茶の間に、夫婦差し向かいで、長火鉢のそばにあぐら、なんてことは決してありません。 ちゃんと自分の部屋、四畳半くらいですが、そこに自慢と座っていたもんです。態度が女らしくって、しとやかで、目に一杯の愛嬌のある人でした。眉毛は、無論剃っています。なりはというと大抵しまじり面か何かの地味な着物を着て、縦て巻きを締めています。裾は引きずっているので、どう見たって女です。見習いに、毛の生えたような我々が言っても、 ちゃんと布団を滑って手をついて、いらっしゃいましというありさま。それも、決して安っぽいんじゃありません。丁寧でいて、しかも、品があり、威厳がありましたな。座敷を見ると、どうしても、お嬢さんの部屋へ行ったようなんで、飾ってあるものと言ったら、人形だとか、針箱だとか、女のものばかりで、こんなこと言ったって、今の方は本当に幸せますがいが、千代紙を切って、貼り付けたり、 人形の着物を縫ったりするのが道楽なくらいで、ただ毛平常から、どこまでも女の本文を守っていたんで、恐れ入ったもんでした。半四郎が、楽屋入りの時間になると、模様物のちりめんか何かに着替えます。左の手で妻を取って、歩くので、ちゃんと火の毛出しを締めています。少しも、女と変わりません。その上へ、もつけの羽織を着ます。化粧をして、頭はやっぱり、 カツラしたジで、その上へ、紫の切れをかけ、平打ちのかんざしで留めておきます。着物はもちろん振り袖で、畳のない黒塗りのポックリを履いております。後には、男衆と送りがついています。雨が降った時は、ビロードの襟のついた雨がっぱを着て、女のように小気帯ではしょって、雨傘は男衆が差し掛けさせたものでした。共演した名優たちも、半白を激称している。 名人と呼ばれた四代目市川章、段次は、伊沢よ清志で、伊沢よ役を演じた、半四郎の妖艶座に、あれじゃあ、寺を開いたって構えやしねえと言った。また、九代目市川段十郎は、半四郎の死後、雲の大麻姫を演じる役者がいなくなって、鳴る神が上演できなくなったと嘆いた。ありがとうございます。